こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では先日リリースになりましたユニクロとセオリーのコラボレーションライン、僕もですね当日に買って皆さんにですねレビューもしましたし、その日のですね夜8時からはユニクロライブステーション見ていただいた方本当にありがとうございます。そちらの方でもですねレビューを行いまして、皆さんにですねこれが魅力的だよというものをお伝えしたかなと思うんですが、1点だけですね僕の中で買いそびれた一押しのアイテムがあったので、今回は皆さんにですねようやく実物が届いたのでしっかりとですねレビューをしてみたいなというふうに思ってます。こちら感動シャツジャケットですね。これ後ほど着てみたいなと思うんですが、これが一押しだったんですよ。でもね店頭で買えなくて、オンラインの方で今でも在庫があるのでぜひ皆さん見ていただきたいなと思うんですね。こちらも色はですねブラックとライトグレー2色の展開なんですが、こちらに関してはブラックももちろん優秀なんですけども、感動セットアップの方をブラックにしてしまったらやはりなんか同じ色だとつまらないので、ライトグレーの方がいいかなと思うんですね。しかもこの色合いがすごく良くて、グレーって僕はですね好きなんですよ。好きなんだけども基本的にはチャコールグレーのような濃いものとかちょっと都会的な色合いが好きなんですけども、ライトグレーって失敗するとなんか垢抜けない感じがして得意じゃないんですよね。ただこちらの色味を見ていただきたいんですが、すごくね曖昧な色味なんですよね。ライトグレーなんだけどもちょっとこう華やかさというよりはちょっと都会的な香りを残したようなライトグレーで、色味がね本当に素晴らしい表現なので、このシャツアウターに関してはこちらがもう鉄板かなと思うので、今回はこちらを実際に着ながらコーディネートも含めてどう落とし込むのか徹底的に解説をしたいなと思ってますので、ぜひ最後までお付き合いいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですねなるべく分かりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということで実際に着てみました。どうでしょうか。なかなかいいんじゃないでしょうかね。ちなみに僕はですね身長164センチ53キロと小柄な男性なわけなんですが、サイズはねどうしようか結構迷ったんですね。ちょっと店頭で見ることができなかったのでどうしようかな、もうジャストな S を選ぼうか、ちょっとワンサイズ上げて M にしようかって迷ったんですね。もともとシルエットとしてはちょっとゆとりがあるので、通常サイズを着たとしてもジャストというよりは少しゆったりめが実現できるかなと思ったので、S でもいいかなと思ったんですが、ここはちょっと思い切ってワンサイズ上げて M にしてみたんですが、個人的には正解だったかなと思います。ここら辺は人によって正解は分かれるところかなと思ってまして、一般的な男性だったら僕は通常サイズ選んでもらって間違いがないかなと思うんですが、もうちょっとトレンド感楽しみたいなっていう方はですねワンサイズアップでも全然いいのかなと思いますね。ちょっと見ていただくと本当にねこれは使い勝手がいいのが分かっていただけるかなと思いますね。特に休日にですねジャケットとかセットアップはちょっと堅苦しいから嫌なんだよなっていう方結構いると思うんですよ。そういう方の場合は気軽に羽織れるアウター何かって結構ですね迷われるかなと思うんですね。そんな時に僕はですねジャケットの代わりになるのがこのようなシャツジャケットみたいなものだと思ってるんですね。去年一昨年ぐらいからこういったものがトレンドになっていて、いろんなものが出てきているんですね。ユニクロでもですね似たようなものがあるんですが、これはですね本当にこうシャツアウターということで1枚でアウター的に使うことができるようなもので、しかも色合いがいいんですね。春夏なのでブラックもいいんだけども、ちょっと明るさがあるものを入れてあげるとすごく季節感が出るかなと思うんですが、このライトグレーの色味がねすごくね品があって個人的にいいなと思ったんですね。デザイン的にはですねお尻がしっかりと隠れる、しっかりとまでは言わないかな、お尻の半分ぐらいが隠れる形で決して長すぎず短すぎないというところで、この時期になるとロング丈のコートなんかはなかなか着づらいので、これぐらいの着丈の長さちょうどいいなと思うんですね。そしてデザイン的にはすごくシンプルなんですが、胸ポケットですねちょっと大きめのものがついてまして、この辺りもデザインのアクセントになっていて、やりすぎない感じ、この辺りがセオリーらしくて個人的にはすごくいいんじゃないのかなと思いますね。あとはこういったボタンなんかの副資材ですね、こういったものなんかもですねちょっとマットな仕上がりになってまして、チープな感じがしないのもすごくいいですね。そしてなんといってもすごいのは、これはですね動画見てると伝わらない点なんですが、圧倒的に軽いんですね。これすごいっすよ。
もう着てる感覚がないといったら完全に嘘になりますが、まあ、ものすごく軽いのでいろんなシャツアウター系の中でもここまで着心地がいいものはなかなかないんじゃないかなと思いますね。非常に楽なので、まあ、これから気温が上がった時なんかには服の重さって結構辛くて軽い方がですねサクッと着やすいので、これはですねすごく楽な1枚かなと思いますね。暑くなったら脱いで軽く畳んでバッグに入れておいてもそんなに荷物にならないので、このシャツアウターすごく1枚あると便利かなと思いますね。で、肝心なのはこのシャツアウターをどのように使えばいいかなというところなんですね。まあ、正直僕の動画の中ではアウターというとネイビーだとかブラックだとかダークグレー、このあたりが圧倒的に多いわけですね。ちょっと変化球があるとしてもベージュオリーブあたりが多くて、なかなかこのようなライトグレーって紹介してこなかったと思うんですね。ですのでどう着りゃいいのか分かんないという方も少なくないかなと思うんですが、安心してください。簡単です。まず皆さんに覚えておいていただきたいのは、上半身を明るめの色で揃えてボトムスは濃い色で引き締める、このバランスが最高なんですね。ここさえずらさなければ結構こういったライトグレーのアウターは簡単に着こなしができるので、ぜひ皆さんもですねまずここをですね理解しながら見ていただきたいなと思うんですね。まず一つ目の着こなしなんですが、僕はこのライトアウターの下にはですねプリント T シャツを着ています。これも色はですね白ベースでちょっとグリーンとかも入ってますが、基本は白だと思ってください。明るい色に対してライトグレー、これはめちゃくちゃ合います。このライトグレーの中を引き締めるのもいいかなと思うんですが、個人的には明るい色でまとめてしまった方が結構コーディネートがしやすいかなと思うので、白系の T シャツ、これは間違いがないかなと思います。で、内側に着てるのはですね手前ミストで申し訳ないですが、僕自身のブランドのオリジナルの T シャツなんですけども、こういった白ベースの T シャツだったら他にもユニクロで取り扱いがあるこの UT ですね、モマとのコラボレーションのやつ、これがねなかなか良かったので後日紹介しますが、これを着ていただいても全然いいかなと思いますね。基本的には上半身は白だとかライトグレー、そういったものでまとめてあげるとまずは鉄板だと思いますね。そしてボトムスに関してはブラックで引き締めるのがもう間違いのない選択肢で、今僕が履いてるのはちょっと前のものになるんですが、ユニクロ U のレギュラーフィットテーパードのパンツですね。まあ、センタープレスが効いて少しゆったりめのスラックスなんですが、これはいろんなもので合うので、今回の感動セットアップのボトムスの方ですね、こちらのパンツで合わせるのも全く問題がありませんので、ぜひトライをしていただきたいなと思います。アウターがちょっと緩めなので、それに合わせてボトムスもちょっと緩めにしてあげるのもいいと思いますし、メリハリをつけて例えばグローバルワークのアーバンスラックスですね、ああいったものはシルエットがちょっと細めなので上ちょっとゆったりでボトムスで引き締めるというのもいいかなと思うので、黒系のパンツがものすごく相性がいいと思います。まあ、黒だけじゃなくて例えばライトグレーに合わせるようにチャコールグレーのパンツとかでもいいかなと思うので、そのあたりはボトムスが濃ければ結構相性がいいので、お手持ちのものでぜひですねコーディネートを組んでいただければなと思いますね。あと足元を見ていただきたいんですが、まあ、今回はこのライトグレーを合わせているので一番合うのはニューバランスかなと思うんですね。グレー系の色合いのものでちゃんとリンクをさせてあげるとバランスがいいんですが、まあ、セオリーというところでデザインがすごくですね無駄のないベーシックさがあるので、こういったニューバランスのスニーカーではなくて、僕がよく皆さんにご紹介するようなコンバースのですねオールスタークップ、いわゆる白レザースニーカーですね、こういったものでまとめてしまうのもいいかなと思うので、ここはお好みですね。大人っぽい感じで合わせるのであればオールスタークップがいいかもしれませんね。こういった形でですね合わせてもらって、これもね相性はものすごくいいと思いますね。まあ、個人的にはですねニューバランス派なんですが、まあ、本当にですね都会的なシャープな着こなし、セオリーらしさという意味ではこっちのオールスタークップの方が出るかもしれないですね。ボトムスのシルエットももうちょっと細身の方が、まあ、ちょっと大人っぽくていろんな方に似合いやすいかなと思うので、このあたりは好みに応じてカスタマイズしていただければなと思ってます。まあ、こんな形で1つ目のコーディネートをお見せしたわけなんですが、他にもですね組み合わせができるのでちょっと着替えてみたいと思います。はい、着替えてみました。どうでしょうか。もう簡単な着こなしで内側に着てるものを変えただけです。先ほどまでは白ベースのプリント T シャツを着てましたが、今度は無地にしました。このライトグレーのアウターって結構ですね色自体は綺麗で少しアクセントにはならなくもないんですが、正直そんな派手さのあるアイテムではないので、内側もドシンプルにしてしまうよりは少しだけアクセントを入れた方が僕はバランスがいいかなと思ってるんですね。しかもボトムスはブラックだとかダークグレー系の割とベーシックなもので揃えているので、内側には少しのアクセントがあるといいと思うんですが、先ほどはプリント T シャツで、今度はユニクロ U のエアリズムですね、ちょっとゆったりめのシルエットのものなんですが、
こちらを選ぶときにはちょっと色を遊んだ方がいいかなと思ってまして、今季のパープルですね。このパープルとライトグレーもね、結構相性がいいなと思うので、この組み合わせもぜひやっていただきたいなと思います。今さりげなくですね、ここポケットに手を入れましたが、このようなライトアウターで僕の中ではすごく大事だなと思っているのは、このポケットがあるかないかなんですね。結構ね、シャツアウターっぽいものってこのポケットがないものが大半なんですが、なんかアウターだとポケットがついてた方が安心感があるんですよね。まあ、実際に収納もできますし、ちょっと気軽にねポケットに手を突っ込んでみたりするのも意外と気分が落ち着くので、これがあるかないかはすごく大事な点なんですが、しっかりとこれにもついているのでめちゃくちゃありがたいですね。このコーディネート全身ユニクロですね。足元以外はユニクロでまとまってるんですが、なかなか上品な見え方してくれと思うので、内側ユニクロUのエアリズム T シャツのパープル、めちゃくちゃおすすめなので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなと思っています。はい、続いての着こなしなんですが、これが個人的には一番しっくりときますね。このライトアウターの内側にバンドカラーのストライプシャツを合わせてみました。先日のユニクロライブステーションでも結構似たようなスタイリングをですね、モデルさんにご提案したんですが、内側にですねシャツを着るというスタイル、シャツアウターにシャツっていうのも結構ね相性がいいかなと思ってるんですね。ただその際に注意をしたいのは、シャツの方にも襟があるので、内側のシャツもしっかりと襟のあるものを選んでしまうと結構ごちゃごちゃした印象になるというところなんですね。ですので、このようなシャツアウターの内側にもしシャツを重ねるときには、襟元がすっきりとしたバンドカラーのシャツが僕は相性がいいかなと思ってるんですね。まあ、先日はですねユニクロのライトグレーのストライプのもの、結構細かいラインのものをですねご提案させていただいたんですが、そちらでも全然問題ないですが、今回はですね僕は自分とこのブランドなんですが、これはソーというブランドのですねブルー系のストライプのシャツを選んでみました。こういったブルー系もですねすごく明るいというわけではないんですが、まあどちらかというとネイビーとかブラックに比べれば明るさが出せるので、このようなライトグレーのアウターとも相性がいいかなと思いますね。先ほども触れた通り、このシャツアウター自体がそこまでですねインパクトが強いものではないので、内側にはですね白シャツよりはちょっとインパクトがあるようなストライプぐらいがですねかえって相性がいいかなと思うので、ぜひこの着こなしも皆さん試していただければなと思ってます。まあ、ここも同じくボトムスはブラックなんですが、ただこれはですねブラック以外のパンツでも、例えば深めのですねリジット系のデニムでも相性がいいので、ちょっと着替えてみたいと思います。もうちょっとカメラを止めるのもあれなので、このまま行っちゃいますね。下は皆さん安心してください、スパッツ履いてますから大丈夫です。はい、まあ、こんな形でちょっと着替えてみたいなと思うんですが、まあ、ちなみにですね足元ブラック系のスラックスとかイージーパンツだったらニューバランス合うんですが、まあ、デニムにするときにはちょっとですねニューバランスだとカジュアルに振りすぎてしまうかなと思うので、今回はオールスタークックを準備したいと思います。はい、このような形で、でちょっと履いてみたいのは、これはもうユニクロの定番のですね、リジットデニムですね、スリムフィットのリジットデニムですね、これを履いてみますね。これもねユニクロライブステーションでモデルさんに履いてもらったのはこういったボトムスだったんですが、まあ、ちょっとクリーンなこういったデニムであれば意外と相性がいいのでちょっと履いてみますね。まあ、シルエットはもっと太めのものでもいいんですが、今回はちょっとセオリーってことであんまり極端にですね太いものではなくて、ちょっと都会的な香りのするようなスリムフィットぐらいがですねバランスがいいのかなと思いますね。はい、こんな感じで合わせてみましたがいかがでしょうか。まあ、こういったリジットデニムも遠目で見るとかなり色が深いので、上半身明るめでボトムスで深い色っていうものがですね実現できるので、このような着こなしでもいいかなと思いますね。うん、いい感じに仕上がりました。でリジットデニムはちょっとこう軽くですねロールアップして赤耳の部分を見せてあげるとですねアクセントになったりだとかカジュアル感を取り入れられるので、ぜひこういったデニム系のボトムスとの着こなしもですね試していただければなと思ってます。まあ、このようにですねセオリーのシャツアウター1枚あれば様々な着こなしが実現できるんですね。まあ、この中のスタイルで皆さんが気に入ったものをですね 1,2 個持っておくのもいいかなと思いますし、あとはもう本当に日によってコーディネートを大胆に変えてもらうのもいいかなと思うので、ぜひ皆さんもお試しいただければなと思っています。はい、ということで今回の動画ではユニクロとセオリーのコラボレーションラインの中で唯一僕が買うことができなかった感動シャツジャケットですね、こちらについて徹底的に解説をさせていただきました。かなりの名品です。先ほどまでお伝えした通り、一着あれば様々な着こなしができるかなと思いますし、春だけではなくて秋まで活躍するので、ぜひ皆さんもですねオンラインでチェックをしていただければなというふうに思っています。
まあ、こんな形でこちらのチャンネルではメンズファッションの基本をなるべく分かりやすく解説してるんですが、もう少し初級者から中級者へとステップアップするための動画をですね、 YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説してますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄からチェックをしていただければなと思っています。そしてもう一つですね、大切なお知らせなんですが、5月の1日からですね、僕はオンラインサロンをスタートしました。メンズファッション研究所というタイトルでやってるんですが、動画だとなかなか時間がなくて全部見れないという方にはオンラインサロン結構おすすめです。1日ですね、だいたい5回から8回ぐらいのペースで文章と写真ベースで皆さんにですね、おすすめのアイテムですとかコーディネートの解説をしています。1つの投稿につきだいたい1分ぐらいでサクサクと読めるような内容になってますので、ぜひそちらの方もですね、概要欄にリンク貼っておきますのでチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。